はい、今回は FG ノットの、やり方の紹介ですね。はい、お願いします。はい、そしたらこの B ラインを30センチぐらい折り返して、でこの状態にしたら中指にこう巻きつけます。はい、こんな感じで。そしたらこっちに輪っかできるんで、これを人差し指と親指でこういう風に持ちます。はいはい、そしたらリーダーね、リーダーを下から通して、でここからまあこう何ちゅうやろ、編み込み B を人差し指側を通し下からこうやって、うん、この状態になります。そしたら次、はい、下側こういう風に通してこんな感じ、うん、これが1セットで、これを繰り返して2、3。このセット数は大体何回ぐらい？アオモンとか、うん、あのプラッキングするときは20セットぐらいやります。はい、はい、今3で4。ここ今短くなってきたりとかしたら結構やりにくくなるんじゃない？6。そうですね。そしたらこういうまだ締め込み完了してないんで動かせるんですよ。あ、でこっちの指も1個ほどいてやったら長さ出るんで。あーね、よし、6 7 8 9 10 11 12。まあ今回で15にしようか。15で、まあまあ、14で、14で、はい。はい。そしたらこんな感じになるんで、そしたらこれまだ、なんちゅうんやろ、固定できてない状態なんで、はい、本線とリーダーの破線部を、余った P ラインの破線でハーフヒッチします。一緒に。まあ言ったら普通の肩、なんていうかな、外掛け結びみたいな。うん、その結びみたいな。ここを締め込む。はい、これほんまは P ラインとかをピンって張った状態で、うん、リールとか使って P ラインを張った状態でやったら、ほんまハーフイッチとか締め込みやすいんですけど、ここで言うとまあ仮止めの状態、うん、でまあ2回ぐらいやってみる。2回ぐらい仮止めしときます。はい、こんな感じで。そしたらこんな感じになります。はい、そしたら水で、まあ、釣りに行く時とかはもう口で、ね、そうですね、濡らしたりする。湿らせて、まあ、本線と全部持ってグッと締め込みます。はい、グッとこんな感じ。そう、こんな感じになるんで、はい、まあ、ここからは自分の好みで、心配な方はハーフイッチ何回も繰り返してもらって、でこのハーフイッチも下から通したり上から通したり繰り返しやったら結束強度っていうの高まると思います。わかりました。まあ、今回はじゃあ上下でやってみよう。一番多分一般的だよね。上から上からして、で次下から通して、はい、結ぶ。よし、で何回かやったら、あともう合わせとくやろか。もう合わせていく、うん、上から下から。まあ、心配やったら5セットぐらいする人やっといたらまあ大体大丈夫。結構アーモンとかやったらみんなものすごいやったりする人多いですね。で最後にエンドノット、今までは1回だったのを2回やる、1回通したのをここ2回通します。はい、それで引っ張る、ぐーっと引っ張って、これで一応固定っていう形になります。はい、はい、
そしたらもうある程度やっても動かないんで、うん、そしたらいらない破線部分をで、これナイロンっていうかフロロでもいいですけど、ちょっと残しといてください。あー、切り切らないですね。こんくらい残しといて、はい、で、ピーも、まあ、今じゃもういらんものが取れたって感じ。そうですね。そしたらこれを焼きこぶ作ります、はい、これを爪でこの P ラインを焼かないように爪で隠して、はい、ゆっくり近づけてきます火に。そしたらこんな感じでこぶできてくるんで、うん、こうしたらすっぽ抜け防止につながるんで、はい、で最後にもこうギュッと引っ張り込んだら、これで FG ラインの、うん、FG ノットの完成ですね。あ、この焼きこぶで抜けないようになってる。そうです。これ以上ですかね。以上です。はい、ありがとうございます。はい。